この風はよみがえりの園から吹いて、そして全地に命を運ぶ。この風は イースターの朝から そして今全地に神の癒しをもたらす。主はよみがえられた。まことに主はよみがえられた。復活の朝、主よありがとうございます。アーメン。イエスイースターの朝、
주가 신이 勝利されて命によみがえられた、それは私たちにも同じ復活の命が宿るためであります。主は罪と律法と病とそして死に勝利された。イースターの朝はキリストの勝利を高らかに歌うことに、私たちもまた罪と律法と病と死に勝利する、その最も嬉しい命の祭典であります。主はよみがえられた、まことに主はよみがえられた。悲しみは癒され、病は癒され、死すべき体はよみがえりの命に満たされる。悲しみは癒され、
すべては神様の永遠のために、復活はイースターの朝はその神の喜びがクライマックスに達する時であります。この悲しみは癒されという賛美が発表されてから、たくさんの人々が不思議な癒しを、それも深い深い癒し、宇宙礼拝の癒しですね、を体験するようになった。この間は光子さんの礼拝の時にも読まれましたし、ブドウの木も出ましたけど、九州の本村さらちゃん12歳の女の子ですけど、まだ書いたものがあり、お母さんが書いてきてくれたんですけどね、ちょっと読ませてください。私は今まで神様の愛に感動して泣くことがありませんでした。3月23日金曜日のお昼にお母さんと礼拝をしていると、突然涙が出て止まりませんでした。泣き続けて落ち着いた時、声に似た響きが私のうちに響いてきました。悲しみの時は終わった。私は意味が分かりませんでした。でもこの言葉を繰り返し唱えて考えているうちに気がついたことがありました。私のうちに溜まっていた悲しみがなくなったということでした。今まで私の涙は濁っているように感じていましたが、悲しみの時は終わったと響いてきてから、涙が新しく透き通っている涙に変わっていることに気がつきました。本当にびっくりしました。この癒しがあってから、自分や人の祈り、証しや御言葉が聞いたり読んだりするだけで神様の愛が伝わってきて涙を流すようになりました。そんな自分にびっくりしています。そして神様の愛が受け取れるこの恵みに、癒しに心から感謝します。まあ意識して書いてないからだろうね、こんな素敵な言葉があるんだろうかと。涙が新しく透き通っている涙に変わってきたと。最高の賛美であります。喜び、それがよみがえりの命だからなのです。宇宙礼拝が現実のものになってきた今、よみがえりは一段と意味深く私たちに迫ってきます。私は信じます。宇宙礼拝は復活そのものなんだと。宇宙礼拝はね、イエス・キリスト様の復活を再演しているのです。再演という言葉はあまり、使われませんけどね、よく生産式の時に私は、生産式は十字架の再演である、英語で言ったらリエナクトメントという古い英語がありますが、あったものがもう一度繰り返される、もう一度上演される。私たちはイースター復活のドラマに再演、参与し、そしてそのドラマを見るのです。宇宙礼拝の今、復活が再演されてきた。リエナクトメントというのは、ヨハネにこの言葉があるからです。よくよくあなた方に言っておく。死んだ人たちが神の声を聞く時が来る。今すでに生きている。そして聞く人は
生きるであろう。これが宇宙礼拝における復活であります。はっきりと死んだ人たちが神の声を聞く時が来る。すでにこの地上から去った。しかし彼らがはっきりと神の声を聞く、イエス・キリストの声を聞く、それが今来ているのだ。そして聞いた魂は一人に残らず命に帰ってくる。宇宙礼拝の最も重要な御言葉でが公記されております。だからイースターは単なる過去の話ではなく、それがよみがえってくる今、あなたも私もこの復活劇の中に取り込まれます。そして地上から姿を消した人たちもまたこうして私たちと共に主を礼拝する。これが復活であります。今朝ももうたくさんのたくさんのたくさんの魂がこの会場に集い、そしてキリストを礼拝する喜びに入っている。私たちは共にキリストを礼拝します。なぜこのような次元が開かれてきたのか、それは神が終わりの時その神秘を全てを開示する、明らかにする。被造物を作られた神が、被造物は死をもって終わりなのではない、新しい命に生きることができることを示すためであります。それは個々人においても社会においても国家においても地球そのものにおいてもそうであります。過去は癒される、過去は命によみがえる。私はプラントの栽培って言って、栽培というほどもないんですけどね、100均で買ってきた小さなものをベランダで、していますけれどもね、時々失敗することもあるんですよ。大体ね、家庭とプラントで失敗する原因のほとんどが水のやりすぎなんです。だからあんまりやらない方がいいんだけどね、どうしても毎日見てるとやりたくなってしまって失敗してすることがあります。そのことを根腐れて言うんですけど、根腐れするともうダメですよね。わざさくまに食物が弱ってしまいます。神様の癒しはね、なぜ過去に入ってくるかって言ったら、過去は私たちの根なんですよ。その根が癒される、なくなってない。しかし過去にキリストイエス様の癒しが入ってくることによって、根腐れから解き放たれ、ああこんな素晴らしい命があったんだ、神様は素晴らしいと、プラントが喜ぶように私たちも喜ぶ。過去は決して耐えているのではない、色あせていて
もう遠くに過ぎ去ってからように見えますが、そうではなくて、復活の命によってよみがえる。今日はね、たくさんの人のこの証しや何を読みたいんですけど、その一部、風の教会でスタッフをしている成田千秋の一部を読ませてくださいね。私個人も私の力や意識ではなく、ただ賛美によって癒しが進んでいるようです。まるで小人が働いてくれているかのように、いろんな私の過去は礼拝のたびに忘れたり急がれたり、内部で変化が起き続けております。癒しの変化の一つに、これまで全く理解できず先天的にその理解のために脳みそが欠落していると思ってきた歴史が少し理解できるようになりました。今はずっと謎だった、断片的だった部分を急いで償おうとしております。すると私の人生がイエス様色に塗り替えられていきます。これいいな、イエス様色という言葉が。少し前に NHK の白黒映像に最新技術によって古いフィルムに着色して、明治時代から現在の東京の移り変わりをつないだドキュメンタリーがありました。それに似ています。悲しみは癒されての癒しで、癒しの届いてもなく届くことがありえないなと思われていたところまで、最新の癒しが宇宙礼拝によってキリストの命が吹き込まれて、生き生きと命によみがえる。悲しいことも嬉しいこともあるけれど、キリストの中に思い出されることは全て癒しであって、もはや賛美です。これは本当だ。キリストの中で思い出されることは全て癒しであって賛美なのです。実際にそのドキュメンタリーで初めて見た過去の日本の街並みや人々が本当に想像以上に生き生きとしていて、もういない人たちとは全く思えず、むしろただ宇宙礼拝を知っている私がドキュメンタリーを見ているだけで、その人たちとその町や国の歴史と今を共に宇宙礼拝の中に飛び出してきて、キリストを褒めたたえ、この喜びの時を共有し始めたとしか言えないのです。他の歴史を紐解いてもいる時も同じです。みんながこの時を待っていたと聞こえるのです。そうやって私が閲覧できるものを制作したり書いたりしてくれるということを、見ず知らずの方の知性と努力についても宇宙礼拝のために働いていると思いに感動し、感謝があふれてきます。いいですね。確かにそうなんですよ。過去はあなたが思い出すその時に、過去はもはや過去ではなく、キリスト色に染められてくる。ましてや宇宙礼拝、今この礼拝であなたが思い出してごらんなさい。いや、あなたが思い出してるんではないんですよ。おい、意識してくれよと言って、過去があなたに誘いをかけている。だったらその過去たちを今この礼拝に呼んでください。キリスト色に染まります。そして神の癒しが流れていく。その癒しのいかに深いか、これは関東の広瀬紀和子さんの証しの中からね、そのまた一部です。3月18日の癒し礼拝に私はかけていました。自分のパニック障害の不安発作の問題、両親の最近のメンタル不調の問題などもろもろこの癒し礼拝に持ってきていました。礼拝の前日の土曜日、 NHK で南米アルゼンチンのパタゴニアを特集していたのを偶然見ました。パタゴニアには古代人の壁画が
大きな洞窟の岩盤に残っており、何千年もの昔の人の手形や鹿の絵がたくさん描かれています。そして見渡す限りの大地は今も変わらず風だけが吹いて広大な草原です。そして礼拝当日直前の NHK の美術番組で、奄美大島や熊本、福岡、秋田の縄文時代の土偶や古墳、アミニズムの文化の芸術についての放送を見ました。私は2017年から始まった過去の癒し、歴史の癒しに日々喜んで、歴史や戦争の痛みを思いつく限り宇宙礼拝につなげていました。こういうふうにして礼拝してくれてる人がいるというのはありがたいな。でも数千年もの前の人々を具体的に招くことはしていませんでした。パタゴニアの洞窟の壁画、奄美大島や今に残るアニミズムの祈りや風習、九州や秋田に残る縄文人の古墳内部に描いた不思議な絵、そして土偶の数々を見て、その時代に生きた人々をリアルに感じることができ、この太古の時代に喜んでいき、喜んで死に、天地に作られた真の神を求めて祈っている古代人の人々を風の教会に招きました。礼拝が始まってすぐに美津子さんが、私たちが自然と一つになるとき、自然は全てを主を賛美しているとわかるという話をされ、ああ、ハワイ語の賛美は原始を癒す、原始の世界を生きていた人々に癒しが届くと思いました。私たち人間が自然を破壊していること、福島の放射能で汚染された土壌も大気も南極の氷河も悲鳴を上げている地球です。地球の癒しを祈るけれども、あまりの破壊の大きさに怖くなってしまう私、しかしこの地球を駆け回っている太古の人々、自然と一つになって神を賛美し祈っていた人々、その太古の人々もキリストイエス様の名前を知り宇宙礼拝に呼ばれていると思うと、大自然の命を引き継いで今を生きる自分も力が湧いてくるような気がしました。原始の癒しは今を生きている自分の癒しになっていると分かりました。そうなんですよ、過去を祈るということはですね、実は癒しがあなたをも救うことになるからなんです。ハワイ語の賛美の力は本当にすごいと思いました。何も避けることのできない賛美の洪水が、悲しみや癒されの賛美からスタートし、私のこの洪水を呼び起こす霊と誠の礼拝に参加することが今を生きる恵みです。ここまで来たか、本当に嬉しい。復活の命がここまで来たか、私たちは復活の地球の初歩です。賛美の民は神様が初歩として呼んでくれた。だからあなた一人がよみがえりのこの命を体験し喜ぶということは、あなたに連なる、そしてあなたが思う、意識する多くの多くの、もう数えきれない多くの人、また人だけではない地球そのものにも癒しが流れていく。だから大事なんですよ。まあ、キリスト教会はね、今もそうなのかもしれませんが、かつてはよくこういう古いものは、特にアニミズムなんていうのはもう神に反するものであると言って、偶像礼拝なども全部拒否しておりましたけど、そんな愚かなことをしなくてよい。彼らが全てが誠の神キリストに帰ってくる、そのキーを握っているのが天の賛美であります。
その中に私たちは太古も過去を呼び覚ますことができるからであります。被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。なぜなら被造物が虚無に服したのは自分たちの意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、かつ被造物自身にも滅びの縄目から解放され、神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。実に被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを続けていることを私たちは知っている。それだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も心の内でうめきながら、子たる身分が授けられること、すなわち体が贖われることを待ち望んでいる。このロマ書の復活の御言葉、若い時から私は惹かれておりました。しかし宇宙レイヤーが開かれた今、この御言葉の意味がさらに鮮明に、さらに大きく広がってきたのが分かります。パウロはただ私一人の個々人の復活の体験を言ってるのではない。キリストの体、すなわち神の教会そのものがよみがえりの命に生きていくことを言うのです。体の贖いとは、宇宙礼拝におけるキリストの体が新しく復活の命によみがえることを言います。空間と時間が、空間と時間が新しい命に生きるようになってくる。これが宇宙礼拝における復活であります。御言葉には被造物全体がこの命に入る、時間空間を超えて被造物全体が復活の命に入る、その前であるから私たちは全被造物のうめきを感じ、肉体を持っているから、肉体を持つ者たちの痛みを、苦しみを、悲しみを感じ、そしてうめいております。早く完全にあの命の中に入りたい。海の苦しみ、まだしばらく、しかし必ず私たちはこれから脱却し、そしてなんという勝利だろう、キリストイエス様の復活がありがたい、必ずあなたはそう言います。そして過去の人たちが、こんな時が来たんだ、こんな時が来たんだ、私たちもキリストを信じ新しい命を喜ぶ時が来る、過去たちは必ず言います。過去たちというのはね、そのあんまり聞かない言葉かもしれませんけど、ほら、あの愛さんさんという素晴らしい曲があったでしょ。あの中にある言葉ですよ。過去たちがね、どっかにあれは行こうってたんだな、ああまつげか、このまつげに行こうみたいな、ずいぶんちっちゃいなと思うけどね、
でもまあ小倉慶はそう歌ったんです。過去たちが松家に行こう、あの愛さんさんっていう賛美はね、私は小倉慶さんっていうのは知らないけど、宇宙礼拝になったらあれいいなと、うん、これは昔の私だったらね、よしこれはもう子羊の賛美集に取り入れるぞとなんか言ってたけど、さすがに今はね、そういうわけにはいかないけど、しかし名曲ですよ。過去たちがどんなに喜んで、そして過去たちだけじゃない、あの歌にはね、未来たちが一足顔で待っていると、これもいいな、まさに宇宙礼拝じゃなければ言えない言葉ですよ。過去も未来も共に、なぜ私たちを待っているのか、神の子たちの出現を待ち望んでいるんです。それは命の発想となった私たちが彼らに呼びかける、復活の命を呼びかけるからなんです。そしてこの復活の命が満ち溢れてきた今、賛美の洪水が始まりましたよね。賛美の洪水といえばね、この関東の天田美恵子さんが書いた証、長いんですけどね、これ発祥ってちょっとほんの一部だけ読みます。この天田美恵子さんは中学3年生の時、まあ高校1年生だったのかな、教会の修行会というのが谷川岳で持たれた、その時に参加した。その時の体験をちょっと読ませてくださいね。お昼頃だったでしょうか、谷川岳の沢のあたりを歩いていたら、いきなり雨が降る、すぐに降りようという声がかかりました。山のことなど何もわからない私たちは、ただ羊の群れのように前と後ろにガードされて山を降りてきました。途中沢を渡るからと言われました。沢と言ってもわからない私たちはただついていくだけでした。一度目の沢、ちょろちょろぐらいと水が流っていましたが、二度目の沢、すでに足の膝ぐらいまでの水かさがありました。そこを数人で渡りを終えた時でした。地なら、とどろきですよね。ふっと見ると、この沢の上の方から、水の壁のようなものが見えました。その光景を沢の真ん中で見た私は動くこともできませんでした。そして、目にしたこともないほどに盛り上がった濁流が落ちるように押し寄せてきたのです。まず最初に投げ倒した大木や瓦礫が押し寄せてきて、それから大水がとどろき下ってくるそうですが、私にはその大水が上から落ちてくる記憶しか残っていないのは不思議です。私たちは川の中央で二分され、私と数人が川岸に残されました。とっさの判断で大学生たちが私たちを引き戻してくれたのです。まあその後もずっとありますけどね、でも無事に救われたんですよね。家に帰って私は高い熱で3日間寝込みました。何か理由がわからないけれども、この時ものすごく感動していたのを思い出します。山をよく知ってる人が、そうだよな、洪水は一度起きたら止められないんだよと言っていました。この言葉が私の中で反響していると、あの胸までいっぱいになった水に浸かった感触、そしてなおどんどんと水かさを増していく力のある水、辺りを覆う暗闇が不思議な感動となって私に迫りました。
そして巫女さんは言います。賛美の洪水を呼び起こしなさい。大沢さんが、それって井戸のポンプの呼び水となれということじゃないのかなと言われました。私たち子羊の群れはもう誰も止めることのできない賛美の洪水が起きるために、この一杯の呼び水としてここに呼ばれたのだと分かりました。私に賛美の洪水のイメージが広がってきました。天には死の十字架から流れてくる賛美がもうたぶたぶなぐらいに満ちていました。時が来ているのにと天の人たちは口々に言っています。天の人たちはせっせっと時を待っていたのです。そして主が御子さんという一人の人の霊にいっぱいの水を注ぎ込みました。最初の呼び水です。でもまだまだ天からの洪水は起こりません。それは轟きを待っていたのです。神の創造の時に神が発せられた轟きの響き、子羊の群れはその轟きの響きに立体賛美を持って招き入れられました。響きが天に届くとビシビシと天の薄皮に小さな裂け目が生まれました。小さな裂け目はだんだんと大きくなり、響きとともに天の賛美は地いっぱいにどんどんと注がれました。賛美の洪水、主の愛の洪水が起こったのです。そして地の割れ目からどんどん地深くにも流れ、地下水をも巻き込んで溢れ満ちていきました。その間主はご自身の十字架、ご自分のむくろに頭を垂れ祈り続けておられます。私たちはこの主の衣の中に包まれ、賛美の祈りの声に人ともに賛美の祈りの声を人ともに上げていました。これなんだと私の全身の感覚が言いました。新しい歌を歌いなさいと、なお礼拝で美津子さんが語られました。立体賛美の中に轟きの響きが表されているのだと思います。この響きの轟きの響きは神の新しい創造の響きではないかと思いました。賛美に呼ばれたことを今感謝、私は永遠にまで主を褒めたたえ賛美し続けます。今がその時です。賛美の洪水が始まった。洪水というのは本当に怖いですよね。数年前もほら、都会の真ん中神戸で、護岸がしっかりと作られた神戸で突然と鉄砲水が流れてきて、その川の下の方を歩いていた人たちが巻き込まれ亡くなりました。まさか神戸の街中で洪水が起こるなると誰が想像しただろうか。その何十倍何百倍も大きなのが 3.11 でありました。津波、一瞬の間に忘れることのできない悲劇が日本の地を襲いました。津波や洪水、決していいものではない。しかし神はこの最も忌まわしい津波を、洪水をもあがない、これに命を注がれると言われました。それが白と黒の十字架なのです。横棒の黒は人間の悲しみを、罪を、苦しみを、病を、そのすべてを表すもの、そこに上から真っ白な神の光が注がれるとき、黒はもはや悲劇ではなく、黒はそのまま
あがなわれ、癒されるのです。津波への答えは賛美の洪水であります。あなたの大滝の響きによってふちぶち呼び答え、あなたの波、あなたの大波はことごとく私の上を越えていった。これが地の津波に対する、これが地の洪水に対する天の答えであります。あなたの大滝の響きによってふちぶち呼び答え、あなたの波、あなたの大波はことごとく私の上を越えていった。とても誰が知性の言葉を持ってあの津波が良かったなどとは私は言えない。しかしあの津波のただ中にキリストイエス様のよみがえりの命が注がれ、そして新しい命に、新しい命に生まれ変わる。私はそう信じて疑いません。そのために神は癒しの洪水を始められた。もうちょろちょろちょろと流れる程度ではない洪水なんですよ。大滝の響きによって私たちの頭を乗り越えていく、この神の洪水、命の洪水。神の息と一つとなってごらんなさい。わかります。これはあなたのただの願望ではない、神の癒しの洪水があなたを包み、全地を包んでいく、その時が始まったからです。神の息と一つとなるってなんか分かるようで分かんないなって多くの人が言います。難しいことを言ってるんじゃないんですよ。例えばね、賛美をしている時に、また聞いている時に、はあ、綺麗だなと思う瞬間があるでしょ。一つとなってるからですよ。神の息とピタッと一つとなってる。御言葉を読んでる時に、はあ、と胸が熱くなる時があるでしょう。はあ、神が語られてるなと。あなたは神の息と一つとなっているからです。賛美を通し、御言葉を通し、誰でもどんな人でも神の息と一つとなれます。そう言ってイエスは彼らに息を吹っかけて言われた。聖霊を受けよ。あなたが許す罪は誰の罪も許され、あなた方が許さずにおく罪はそのまま残るであろう。癒しの洪水が始まった今、邪魔になるものが一つだけある。あなたがしがみつこうとすると非常に邪魔になるものが一つある。ビタネス、苦々しい思いですよ。癒しの流れに反する、許せない、その思いです。だから聖霊をイエス様がふっかけたときに、なんとそのことを一番言われたでしょ。
聖霊を受けよ。そしてその次に言われたのが、あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。あなた方が許さずに置く罪はあなたの中に残り、来世まで残りますよ。そうしたいか。全部流してしまうがよい。こればかりはあなたの責任です。すべてをこの癒しの洪水の中に流すがよい。イースター2018年、神様が誰も見たことのなかった素晴らしい宇宙礼拝の最中に招いてくれたではありませんか。復活の朝、風が吹いている、あの園から今ここに復活の風が吹いている。雨土こぞりて、
キリストの体です。神秘なる体に預かるため、宇宙のキリストの体に預かるため、取って食べなさい。そして死の流された血潮は私たちの罪の許しのため、地球の悲しみのため、それゆえたった今、許せ、あなたの中にあるビタネスをただ一つも持っているな、すべてのものを許し、そして死の全き許しを飲みなさい。癒しの洪水が何と嬉しいことだろう。あなたの頭を越え、地全体に流れていっているではないか。過去たちは歓喜し、未来たちは胸をワクワクさせながらこの時を待っていた。癒しの洪水、愛がさんさんと降り注ぐ今、主よ、ありがとうございます。感謝、感謝、そして感謝。アーメン。今日がおそらくこの辺りでは桜の最後でしょうね。もう今日は境に急速に花が散っていくと思いますが、今年は特に桜が綺麗でしたよね。こんな美しい、しかしひょっとするとこれからもうだんだん見られなくなるのかもしれない。学者の話によりますと、ソメイヨシノがもう全国に非常に美しい桜の花を咲かしておりますが、その寿命がもう終わりに差し掛かって、そして害虫にも弱く、今度はなんか次の品種に、植え替えらなければこの美しい日本の桜が継承されないだそうです。どうなるのか分かりませんが、まだ見てみたい。一年に一回だけワクワクするような美しい桜。関東の勝内さんがね、桜について書いてきて、これも大変面白かったけど、一部だけもう読ませてくださいね。私たちも子や孫へと賛美の信仰をつなぐと同時に、風となって賛美と一つになり、必ず生き延びていくだろうと、桜並木の花びらをイメージしながら
主の愛と癒しを信じていきたいです。自然は素晴らしいなと日頃のんきに感動していますが、木々も鳥も花たちも人の手によって幾度も危機に瀕しながら、一筋の希望を信じた人の手によって再び守られ復活している。そこにはいつだって神様の願いを受け取って祈り賛美する祈りがある、守られているのだと思います。課長さんはもう知らなかったと書いてありますけど、日本の桜は近年3度もう全滅するところまで追い詰められたそうです。そして今はその3度目、ソメイヨシノの寿命が突っかけている。しかし神様の願いを受け取り祈る私たち、賛美、桜の花が次の世代に継承されていくように、この賛美が次の世代に、そして次の世代に継承されていくことを心より祈ります。桜の花散る。
桜の花が美しく散っていく。そしてまた新しい命によみがえっていく。主よ、ありがとうございます。賛美の花びらがこうして次の世代に、また次の世代に地球を癒していきますように。主よ、ありがとうございます。感謝、アーメン。主はよみがえられた。主はよみがえられた。主は罪と律法と病と死に勝利せられ、命によみがえられた。よみがえりの命を賛美のために全地に満ちあふれよ。アーメン。